リチャード・バードはアメリカ合衆国の陸上競技選手及び野球選手である。彼は1912年に開催されたストックホルムオリンピックの円盤投げで銀メダルを獲得した。バードはストックホルムオリンピックで4つの陸上競技種目に出場している。そのうち7月12日に実施された円盤投げでは同じくアメリカ代表で 当時の世界記録保持者だったジェームズ・ダンカンの成績をわずかに上回ったものの、フィンランド代表のアルマスタイ・パレに3メートル近い大差で敗れて銀メダリストとなった。その他に出場した立ち高跳び、立ち幅跳び、円盤投げではいずれもメダル獲得はならなかった。なお、彼はこのオリンピックで公開競技として行われた野球競技にも、 アメリカ合衆国代表として出場している。その後アメリカ海軍で海兵隊の隊員となり、1919年にパリで開催された大会では円盤投げで優勝した。同年には AAU 主催大会でも円盤投げで2位の成績を収めた。アスレチックスアットザ1912ストックホルムサマーゲームズメンズディスカススロー2011年2月19日、閲覧。 円盤投げは、この大会のみで実施された。ベースボールインザオリンピックス2011年2月19日、閲覧。アフィシャルリポーツ2011年2月19日、閲覧。ストックホルムオリンピックでの野球競技は、スウェーデン代表チーム対アメリカ代表チームが1試合、アメリカ東西対抗1試合の計2試合が行われた。ただし、スウェーデン代表チームは、 人数不足だったため、アメリカチームから立ち高飛びなどで2個のメダルを獲得したベンジャミン・アダムスなど4名が人数調整として参加している。バードはアメリカ東西対抗試合では、西軍、フィンランズの投手圏抑止として出場している。ありがとうございます。